どうも、全力投資です。2月15日木曜日、本日も資産公開やっていきます。はい。で、本日は動画の後半では直近で仕込んだアネスと岩田、こちらについてあまりこのチャンネルの中では詳しく解説をしていませんでしたので、動画の後半では直近で仕込んだアネスと岩田なんかの話もしていきたいと思います。 ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども、今日は日本株ひどい一日だったかなと、個人的にはね、そんな風な印象なんですけれども、日経平均は無事に3万8000円を終わり値で超えてきたということで、バブルの最高値までもうあと少しというところまで迫ってきていますけれども、歴史的な瞬間もだいぶ近づいてきてるんじゃないかなと思います。 日経平均本日の日中足ですが、2月15日は昨日よりも高いところから寄りついた後、全場に関してはそこまで強さが感じられるような、そんな感じもなかったんですけれども、強かったのが5場ですね。5場に入って以降は揉み合うのかなと思ったんですけれども、引けに向けてはぐんぐんと値上がりをしていった、そんな1日になっていますので、日経平均指数の動きを見れば、今日は非常に強い1日だったかと思います。 ということで昨日に比べてプラス1.21%上昇、値上がり幅で454円、終わり値で38,157円となっています。 次にトピックスを見ていきますが、やっぱりトピックスがひどいんですよね。日中足で見てみると、トピックスも昨日より高いところで寄りついたんですけれども、前場の引け根ではマイナス圏に潜っていましたので、日経平均とは全然値動きが違うわけなんですけれども、5番に関してもね、若干盛り返していくのかなという動きもあったんですけれども、今日は小幅プラスで終了となっていますので、日経平均の強さがトピックスには全く感じられない、そんな一日だったかと思います。 ということで、昨日に比べてプラス0.28%上昇、値上がり幅で7.26ポイント、終わり値で2591ポイントとなっています。トピックスは直近の最高値で言うと2600ポイント台だったと思いますので、まだまだ全然高いところには戻りきれていないといったところです。はい。まあこんな感じで日経平均とトピックス、パフォーマンスを比べれば日経平均の方が圧倒的に強い、そんな1日だったんですけれども、今日の日経平均は値上がり幅で450円ほど値上がりをしているわけなんですけれども、日経平均の値上がり強度の 上位5銘柄だけで450円を押し上げていたということですので全体的にはねそこまで強さが感じられない1日だったかと思いますはいで指数全体を見てもだいたい全体の60%以上の銘柄が値下がりをしていたという状況でしたから今日1日個人投資家さんの中で持っている銘柄値下がりしたよっていう方も結構多かったんじゃないかなと思います その結果、本日の私の資産状況どうなったかというと、楽天証券に保有している金融資産額、2月15日は昨日に比べてプラス12万2101円となっていまして、証券口座内の資産合計額で3504万4381円となっています。 私の日本株のポートフォリオも今日はなんとか値上がりして終わってくれたんですけれども、日中時間はね、マイナスに潜るんじゃないかっていうところもありましたので、結構危ない一日でしたね。ということで、個別株の状況を見ていきますが、やっぱり持っている銘柄売られているところが結構多くて、コムシス積水、このあたりに関しては比較的強い値動きなんですけれども、ダイダンに関しては大きく下落となっています。 で、昨日決算を発表していましたけれども、JC リクルートメント本日は大きく上昇となっていまして、だいーセ10%ぐらいの上昇になっていましたので、JC リクルートメントは決算の内容が交換されたのかなと思います。はい。で、その次、アルトナーとかヒューマンホールディングス、このあたりも弱いんですけれども、ワールドホールディングスはプラス57円となっていまして、直近ではかなり値下がりをしていましたので、今日はその反発といったところかと思います。 で、ハードオフコーポレーションとかエレマテック、東京エレクトロンデバイス、当日このあたり弱いですね。で、その次不動産セクターですけれども、ヒューリックに関しては今日はそこそこいい値動きをしているんですけれども、ウィルとかヒューリックリート投資法人、このあたりは売られて終わってます。で、クラレですね、マイナス32円ということで、こちらも結構売られているんですけれども、その次、SRA ホールディングスなんかを見れば、プラス20円となっていますので、なかなか底堅いというか、しっかりした値動きだったかと思います。 で、科学セクター、ここ最近ずっと弱いんですけれども、電化は弱くて三菱ケミカルは若干値上がりですね。多機能 CI は小幅に下落となっています。クラレも含めて、科学セクターに関しては値、ね、動きマチマチといったところですね。 で、その次、J タワーマイナス140円となっていまして、今日はグロース銘柄も結構きつかったんでね、こちらも慈愛に押されて、今日は値下がりといったところです。で、アルプス技研フォーカスシステムズ、ヤマダコンサルティンググループ、この辺りも弱いですね。はい。で、その次、イデミツプラス31円ということで、今日も結構大きな上昇になっているんですけれども、その下、日本電気ガラスに関してはマイナス69円となっていまして、日本電気ガラスが今日は結構弱かったかなといったところです。で、東海カーボンプラス8.5円で、こちらもしっかりですね。 日本特殊陶業は値下がりをしていて、日本製鉄は小幅ですが上昇となっています。値、ね、動き結構まちまちですね。で、SWCC とか ARE ホールディングスとか、この辺りは値下がりとなっていまして、3話とか DMG、この辺りは値上がりですね。3話 DMG に関しては結構業績いいんでね、まあ、この辺りあんまり売られてくる理由っていうのが見当たらないんですけれども、今日はしっかりした値動きになっています。 はい。デベルシステム24も今日は値下がりですね。その次、小松がプラス25円ということで、その下のアネスと岩田こちら直近で仕込んだ銘柄ですけれども、この2銘柄はプラスとなっています。なのですが、iPhone マイナス78円となっていまして、大きく下落してますね。その次、コプロホールディングス、昨日大きく売られていましたけれども、決算がやっぱり業績いいということで、今日はかなりの上昇率となっています。 で、椅子図も今日は強いですね。なんですけれども、ヤマハ発動機、決算の内容自体はね、そんなに悪くなかったかなと思うんですけれども、今日はマイナス58円ということで、そこそこ大きく売られてます。 その下、白銅とか東京精密キャノン、このあたりは強いんですけれども、クレステックマイナス175円と大きく下落をしていまして、クレステックもね、結構決算の内容がきつかったかなと思いますので、ここ数日でかなり大きく下落しています。はい。で高タカランドカンパニーはプラス6円でしっかりですね。ローランドマイナス110円となっていまして、個人的にはローランドの決算に関してもそこまで悪くなかったかなと思うんですけれども、今日はそこそこしっかりと売られてきています。 でその次岡村とかバルカ伊藤忠このあたりは強いですねなんですけれども勝者セクターに関しても今日は比較的弱かったかなと思いまして 調理金松、佐藤藤商事、稲葉産業、伊チェネックススこの辺り全部マイナスとなっていますで、その次、金融セクターですね。金融セクターに関しても、今日は強さが感じられなかったわけなんですけれども、三菱 UFJ からオリックスまで、この辺りは売られているんですけれども、野村ホールディングスが、やっぱり株価の指数がしっかりした値動きということで、今日は買われてきています。で、今日の主役は、やっぱり保険株ですね。昨日、保険株に関しては、決算の内容を動画の中でも解説しましたけれども、損保ホールディングス、東京会場、この辺りは今日はめちゃくちゃ値上がりしてましたね。 s サンド AD に関してもかなりの上昇率になっていましたので、保険株持ってた人はね、今日は結構値上がりしたよっていう方多かったんじゃないかなと思います。 はい。で、その下、NEC キャピタルソリューションもプラス15円でしっかりした値動きですね。で、また不動産セクターで、イオンモール統制、この辺りは値動きまちまちといったところでして、その下、スカパープラス28円。スカパーも今日は結構大きな上昇率になっているんですけれども、やっぱりこの辺りもね、しっかりと決算が評価されているのかなと思います。で、NTT ソフトバンクこの辺りは弱くて、電源開発も今日は弱いですね。アイネットとか1年、この辺りもそこそこしっかり売られていまして、クレオがプラス14円ということで、ここ最近、クレオの値動きが結構いいですね。でその下 ヤマダホールディングスマイナス9.1円ということで、ヤマダホールディングス今日は大きく売られた1日となっています。ということで持ち株眺めてみたんですけれども、やっぱり売られた銘柄結構多いですね。で売られた銘柄の中でも結構下落率大きいところもありますので、決算の内容によっては売られているところはかなり売られてきていますし。 その一方で、決算が良かったところに関しては、しっかりと資金が入ってきているという状況ですから、2月の決算シーズンということで、そのあたりの決算プレイっていうのも結構活発に行われているのかなと思います。そんな結果、楽天証券に保有している金融資産額、3504万4381円となっています。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、2月15日終了時点で3996万117円となっています。本日、残念ながら4000万円台に資産額戻してこれなかったわけなんですけれども、相場全体が弱い中でも私の資産はしっかりと上昇してくれていますので、また明日以降の値動きには期待をしていきたいと思っています。 はい。ということで、本日は冒頭にお話しした通り、強さが全く感じられない、そんな日本株だったんですけれども、動画の後半では直近で仕込んだ銘柄、アネスと岩田についての解説を少ししていきたいと思います。ということで、アネスと岩田、マネックス証券の銘柄スカウターで見ていきますが、2月15日終了時点の株価で1303円ですね。最低単元で13万円ぐらいから買える銘柄となっていますので、個人投資家さんね、結構このぐらいの価格帯だったら買いやすいんじゃないかなと思っています。 で、時価総額に関しては544億円となっていますので、まあ、中型銘柄といったところですね。 で、こちらの会社は何をしているかというと、塗装機器とか圧縮機のメーカーとなっていまして、主にはエアブラシとかですね、まあ、そういったものを作っているメーカーとなっています。はい。で、国内では70%以上のシェアとなっていまして、エアブラシでは世界で30%のシェアとなっていますので、あまりメジャーな銘柄ではないんですけれども、ニッチトップですね。はい。で、次にここ最近の業績推移を見ていくんですけれども、直近10年間では売上高右肩上がりといった状況でして、コロナがあった2021年の3月期とかね、 まあこういったところに関しては減収減益とはなっているんですけれどもそのタイミングを除けば基本的には売上高も順調に成長してきていますし利益に関しても減益になる年もあったりするんですけれども10年前ぐらいと比べると営業利益も3倍ぐらいまで成長していますので会社としてはしっかり成長している会社かなと思います で、今期の予想 EPS で113円といったところですね。そんなわけなので、年平均成長率に関しても、売上高、営業利益、経常利益、当期利益、どれを見ても全てプラスとなっています。特に営業利益に関しては、2桁近い成長を10年平均でも見せていますので、成長率を見てもね、結構いい銘柄かなと思います。で、財務を見ていきますが、まあ、流動比率もしっかりと300%ぐらいありますし、自己資本比率に関しても70%ぐらいある銘柄となっていますので、財務面もね、全然問題ないかなと思います。 はい。で、こちらの銘柄、株主還元に関しても結構頑張っていまして、直近10年で見ても配当金は着実に増えてきていますし、今期に関してもね、前期から比べると1株あたりプラス7円配当金を増やしてきているということですので、多分配当成功が40%ぐらいに設定している会社かなと思うんですけれども、株主還元の姿勢という点から見ても結構いい銘柄なんじゃないかなと思ってます。 で、今現時点で株価が1300円ぐらいとなっていますので、配当利回りがだいたい3.5%といったところですね。ニーサ口座で買うんであればね、3.5%って言ったら、かなり配当金をもらえる部類に入ってくるかなと思いますので、配当利回りはね、ニーサ口座で買うのであれば、全然十分な水準かなと思っています。 はい。そんなアネスと岩田の直近のチャートなんですけれども、直近1年で見ればずっと株価は下がってきていたんですよね。それが12月の中盤ぐらいからですかね。また一気に上方向に株価が走り出しまして、途中株価が大きく飛んでいるところもあったりするんですけれども、こちらは多分 IR が出て大きく株価が飛んだのかなと思うんですけれども、ここ最近ではね、株価が1200円を割り込んでくるような、まあそういった押し目もありましたので、私はこちらの銘柄2日ほど前に1271円で仕込んでます。 で、直近で押し目を作ってきていますので、まあ、この押し目がですね、また反発していくのか、もしくは高値を押されて、どんどんまた下落をしていくのかっていうのがわからないんですけれども、利益に関してはね、しっかりと成長していますので、株価に関しても、まだまだ期待はできるんじゃないかなと思ってます。 はい。ということで、アネスと岩田、軽く見てみたんですけれども、私がこの銘柄に注目した理由、それが製品の業界でのシェアですね。日本国内では70%以上のシェア、エアブラシでは世界で30%のシェアを持っているということですので、このあたりを見ても確かな技術力はあるんだろうということで、やっぱりこういうシェアを取っている企業っていうのは結構強いですよね。で、業績に関しても安定して伸びてきていますし、今現時点で ROE も11%ほどありますので、収益率から考えても結構いい銘柄なんですよね。 昨年株価が徐々に値下がりをしてきていたんですけれども、なんでこちらの銘柄があんなに売り込まれていたのか、ちょっとよくわからないところはあるんですけれども、配当利回り3.5%、忍者口座で買うには十分な配当利回りですし、業績もまだまだ今後伸ばしてくれるんじゃないかなと思いますし、業績が伸びる中でも ROE しっかりと10%を超えていますので、収益率から考えてもね、結構いい銘柄かなと思いましたので、アネスと言わた直近でおしめを作ったタイミングで今しかないんじゃないかということで、私はこちらの銘柄を仕込んだといったところです。 はい。で、1月は銘柄を仕込めませんでしたので、ちょっとだけ余っていた買い余力をアネスと岩田に投入していったわけなんですけれども、2月に関してもね、またお給料が入れば、新しい銘柄は追加していきたいなと思いますので、私が購入した銘柄は動画の中でこんな風にお話をしていきたいと思います。で、一通り決算も落ち着いたということで、明日以降はこの冬の決算、私の持ち株でどんな決算が出てきたのか、このあたりね、増配した銘柄数とか、情報修正を出した銘柄、そういったものを集計しましたので、明日以降の動画ではそのあたりも徐々に にお話ししていきたいと思います以上